せっちゃくんを風呂に入れるぞ。このように歯ブラシでですね、針を洗ってあげます。でもなんか匂いは足の爪とかお腹あたり、あのうんちを踏みながらしながら回し車で走るので、爪とかがね、この辺とか臭いのね。で、このね、針よりも結構足とかが臭いので、ちょっとこう入れてあげます。うっこ結構する。で、これがね、ちょうどいい大きさなんですよ、これ。であんまり深いと怖いでしょうし、浅いと逃げちゃうからね。これ結構いいです。こうやって歯ブラシで、で本当だったらオートミールをお茶殻の中みたいなのに入れてオートミールプロにしてあげるといいそうです。それからね、ハリネズミシャンプーとかもあるみたいです。まあ、うちは何も言えません。結構これがお伝えしております。だいぶね、温かいお湯でこう静かなので、本人もおとなしく、今までの中で一番まともにお風呂に入っている感じです。ちょっともうちょっとこちらで入ってて、ちょっとおとなしく。雑菌とかにね、なんか雑菌とかが来て、その菌で病気になったら嫌じゃん。だから特に健太くんは男の子なので、立派なシンボルのところから、まあ、そこほらこうやってお腹で這いつくばるわけで、このお腹のシンボルのところからバイ菌が入ったりとかすると怖いから、おとなしく入ってますね。おとなしく入ってます。お風呂に入る健太くんです。暖かいからね。暖かくてシャワーとかでガーってやるとびっくりしちゃうけど、暖かいからお風呂もね、いいのかな。なんかそろそろ出たいみたいです。はい。まあこんな感じでざっくりこう洗ってあげるといい感じです。健太くんのお風呂上がりです。お風呂上がりです。